はい、えー、どうも、えしあにです。今回ですね、えー、アットに、僕の LINE アットに登録していただいている方、はい、えー、のぐそノーパン野郎さんから、のぐそノーパン野郎さんからですね、えー、ご質問いただきましたので、回答していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、こんばんは、今日の自撮り棒のレビュー動画を見ました。まさかの1時間超対策、<laughs> ちょうど自撮り棒、どれにしようが迷ってたので、参考にさせていただきましたということで、そこで2つ質問があります。 差し支ええなければ教えてくださいと1つ目、毎日どうでしょうとか、家で講義されている動画とかは iPhone に,に、えー、マイクはつけていらっしゃいますか、それとも iPhone 内蔵マイクですかということなんですけど、まあ、今ですね、僕、きょ、まあ、今日昨日かおととい届いたんですけど、前までは結構これで撮ってました。だけど、ちょっとなくしちゃったんで、毎日どうでしょうと、えーまあ、普通のこういう動画も全部、 えー、基本マイクを使わず内蔵マイクでやってましたつい最近はでえっ、ー、とーあの講義ですねあそこの講義ありますけれどもあそこの講義に関してはちょっと距離があるんでまあ基本的にあ,あれで撮る場合はあれで撮る場合は、えー、マイクは使ってないです、はい、でえっ、ー、と前までまあ前の動画でまあまあ、うん、使ってたんですけどまあ個別でこう動画撮る時とかはあのー、マイクを マイク今今入れれまますすねこれ、まあ、今声を張ってますだからその声を張るの声をやっぱ貼らないと、まあそこのホワイトボードの場合は声まあ必然的に貼れるんですけどまあその普通にこの「ありがとうございました」みたいなやつを声張るのは結構僕もパワーいるんでなのでその普通にしゃべるだけでまあ音声取れるようにまあこれを今つけますねマイク。 はいえー、これが,これがまあ普通の声ですねさっきは貼、えー、ってましたけれどもこれが普通の声であとマイクをつけるとあの距離関係ないんでここで拾ってますから、まあ、ちょっと、まあ、離れてみましょうか、まあ、離れたとしてもまあ結構なまあまあ長いんでこれこれぐらい離れてもこれぐらい離れても多分、まあ、ここで拾ってますから変わらないです じゃあこれマイクを取ってここで話しましょう今,今のトーンで今のトーンで、えー、マイクを取った場合どうなるのかはい、えー、これが先ほどお僕が話してた声のトーンになりますこれぐらいこれぐらいこれぐらいですねこれぐらいでしゃべってました 多分これぐらい離れちゃうと多分あんま拾いづらいかなと思います。まあまあここまで離れて動画あの音声取るとはないと思うんですけど、あいつもまあ最近はそのまあここら辺に来て前に来てああああはいどうもーみたいな感じで結構こう声を張って、えー、やってました。だから結構疲れるんで僕動画の量多いんでなんでえっ、ー、と。 マイクで結構撮ってましたでマイクをちょっと広島の久保さんの家に忘れちゃったんで久保さんにプレゼントを購入したんですけどこれ新しく新調しましたでただそのホワイトボードの時は動き動,動くんでマイクつけてるとちょっときついかなとマイクつけてるとちょっときついかなっていうなんでまあ,あのホワイトボードの時は、えー、内蔵マイクですねホワイトボードは完全内蔵マイクです ホワイトボードは完全内蔵マイクでこの動画に関してはマイクを結構つけてました、まあ、内蔵マイクでも拾えるんですけどね全然全然拾えるんですけど、まあ、僕動画の量多いんでつやっぱ疲れるっていうのがあるんで、まあ、毎回こう声を張っていくのは結構きついなっていうところで、まあ、普通にしゃべるだけでもまあ拾えるマイクをつけたりとかあとまあこれ対談で使うんで対談用であとは 内蔵マイクの悪いところっていうのは全体を拾うんでその本当にあのファ,ファミレスとかで、ね、対談を取る場合だとやっぱ絶対マイクを開いた絶対ですなぜならば、まあ、全体拾っちゃうんで、まあ、周囲の音も拾うんですよねで平均的に拾うんででも内蔵マイクだとここを取るんでまあその音,音量をこうアップした時にねあの音量その 音声だけをこう TF 上げられるんでって感じですねはい、えー、2つ目、えー、iPhone で動画を撮るときはどんなアプリをお使いでしょうかと元から iPhone に入ってるアプリでしょうか以前元から iPhone に入ってるアプリで撮ったんですが声が小さくて聞こえにくかったです、えー、ということなんですけど僕は内蔵の,の,、えー、のデフォルトのアプリです内蔵のデフォルトのアプリですで声が小さい貼、はい、りましょうっていう で、その貼るのがめんどくさかったら、これですね。貼るのがめんどくさかったら、これです。だから、僕結構貼ってますから。あの、ホワイトボードの時も結構、うわ、どうもまあ、大体、じゃあ、ホワイトボードで喋るときはどんな感じだったどうもやってまいりましたみたいな感じで、まあ、貼ってる、貼ってます。はい。だから、結構うっさいです。だ結構テンション上げて喋るんで、ホワイトボードの場合は。だから、まあ、 であとはまあ声が小さかったらまあ今これ静かなんであの声は拾えるんですよだからあとは編集で音量をアップする,するって感じですね編集で音量をアップできますからはいまあ僕はあの編集は今 iPhone で撮ったやつはほぼ iMovie でやってますけど400パーぐらいまではアップできます まあ、デフォルトが100%なんですけど、400%まで、えー、音量をアップできます。はい。うん、まあ、そんな感じですね。はい、ということで、一応、この YouTube の下にも、えー、このマイクの、マイクの、えー、これ本当にいいです。マジでこれは僕、めちゃくちゃおすすめです。で、対談もすごくバッチしいけるんで、これは本当におすすめですね。これ、いろいろ探しましたけど、ないんで。 であとですね、あのー、最近、今日届いた自撮り棒。これも、まあ、今日早速使って、まあ、届いたんで撮影してますけど、これで使って撮影してますけど、やっぱいいですね。軽いし。これもいいです。はい、あと、魚眼レンズですね。魚眼レンズ。魚眼レンズです。魚眼レンズだと、 これもね、対談の時結構使いますね。対談の時、その狭いところとかでやる場合、使え、あの、魚眼でやることが多い。ファミレスとかのもも直近のテーブルだと、2人入んないんですよ。だから、テーブル席が多分こうあると思うんですけど、で、こう、テーブル席でこう、喋るじゃないですか。で、これ、魚眼がないとどうなるかっていうと、これ拾えないですよね。見えないですよね。でも 大体テーブル席じゃないですかファミレスとかだからこうやると全然拾えますよね、まあ、まあもうこうちょっとやればね全然拾えるんで、まあ、これはねほんとおすすめですね魚眼レンズ、はい、まあ全然違いますよね雰囲気がはいこれほんとおすすめです、はい、挟むだけなんでこれ挟むだけです なんでまあこれと、この,これこのまあ新しく手に入れたこのおい棒とレンズとあとこうマイクですね。これ3つあればいいかなっていうところです。この3つあればもう完璧ですね。これ,これ結構前僕が紹介してたやつより安いんで今キャンペーンやってるんで2300円ぐらいかなキャンペーン中は,はい今アマゾンで安いですこれ2300円。2300円のクオリティでは全然いいですね。 全然いいですめちゃくちゃいいですですすめちちゃゃくあとこの今これ僕使ってますけどこれもやっぱ反応早いですこのブルートゥースでこのピシャンピシャンってできるんですけどあの反応がすごく早いですこれでここ,ここ磁石になってるし収納できるしで伸びも前のよりかはちょっとちっちゃいですけど十分です魚眼レンズがあれば十分です魚眼レンズがあれば十分かなというところです であとはそうそうそうよくやるのがこの離れる時ですね僕離れる時によくやってたのがやっぱ離れるじゃないですかここ,こう自撮りでやると離れるんでちょっとやってみますけどやっぱあとしかも動いたりするんでこうやって離れるとやっぱ距離が高いんですね距離が距離があるんで。 ああはらないとメだめはらないと結構きついと思いますはいまあこれ,これが普通ぐらいの声ですねこれが普通ぐらいの声ですでこれだとあんまり拾いづらいんでまあつけますであとまあここにマイクつけてるとマイクここで拾ってますからどこで動かしてもじゃマイクつけますはい まあどこを動かしてもマイクはここなんでまあだいもうこれ全然これまだ伸びますもっと伸びます結構これ長いですケーブルがケーブルこれ長いんで、はい、だからまあどこを動かしてもマイクここですから全然ノープログラムって感じですね、はい、これは本当にいいですよね、はい、だ対談する時も、まあ、これでも対談しようと思えばできますけど、まあ、手がつるんで,、はい、であとはまあ魚眼レンズですね魚眼レンズで こうするともうバッチシですねちょっと待ってね魚眼レンズでこうするともうバッチシかなり視野が取れますはい全然取れますもう尿意棒をこの状態でも取れますからこれ尿意棒を今どういう状態で取ってるかっていうとこのマックス短いやつです マックス短い状態で伸ばしてない状態でこれですけど魚眼レンズつけてると拾えますこんぐらいこんぐらい拾えますだからまあ伸ばさなくても十分これで取れますただこれ魚眼レンズ外すと超ドアップっていう超ドアップですこれだともうこのこの伸ばさなくても2人サイズいけますよね多分これ2人サイズ多分伸ばさなくてもいけます な感じですねよいしょでまあ今このこっちこっちも今僕ちょっとあのかせっかかったんで使ってますけどこれね、はい、これはデフォルトでまあこれめちゃめちゃ軽いんで、はい、ということでこれはすごくうおすすめですねあとここがやっぱこう収納できるっていうただあの僕もう一個買おうと思ってるんですけどあの もう1個,個買おうとしてるやつが8000円ぐらいでちょっと高いんですけど要はまあでももうちょっと時間多分買うまでもうちょっと時間置くと思いますけど要はこれって iPhone だけなんですよ iPhone とかスマホ用じゃないですかそも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 スマホ用なんですよねで今日まあこのマイク、まあ、ちょっと開いたんですけどこのマイクの新商品こう新商品が出てまして 去年,去年出てて去年なんか販売したのかなこれこれですこれでこれはそのジョイントなんですよねだから普通の Go も GoPro もいけるし GoPro もいけるし普通の一眼レフとかビデオカメラもこれ対応できますこ,こっちはであの持つところもかなりしっかりしてるんでこれいいかなーっていうただ あのまだ GoPro もまだすぐ買うわけでもないし、一眼レフもまだ買うすぐ買うわけじゃないので、まあそのうち、まあ今もうほとんど僕 iPhone なんで、まあこれで十分かなっていうとこですね。で、まあマイクに関しては、まあ取り、まあホームページとかにもあるんですけど、こういう、こういう、こういう感じです。こういうのができるわけですね、これ。 これ、この、こういうふうにできるマイクっていうのは多分他にないと思います。こう、2ジャックできるっていうのが多分他にないと思うんで、これはマジでおすすめですね。で、その顔出しできない人は特にその音声の音声で話すとかは、こっちの方がちょっと質がやっぱ高くなります。こっちでマイクで拾った方が質が高くなるんで、音声コンテンツとかこれ、こっちのマイクの方が絶対いいですね。 こっち喋ってた方があのめちゃめちゃクリアに取れると思います。クリアにここで撮ってますからね。もちろん、あとまあ僕もこれ以外のマイクを使ったことあるんですけど、なんかね？まあ、そのマイクの質によるんですけど、安いやつだと。なんかその音量がめちゃめちゃなんか爆音に取れるとか広,広いすぎるとか。なんかその。なんかレベルがバラバラなんですよ。でもこれはまあ。 程よくしっかかり撮れるかなっていうまあこれは結構その音響のメーカーなのかな海外の結構そのマイクを結構出してる会社ですマイク専門でマイク多分マイク専門で結構出してる会社だと思うんですけどまあ楽器系ですよねそのその会社が作ってるやつなんでやっぱまあちゃんとその調整みたいなのはしてるんじゃないかなと思います、はいはい、ということでまあ今回ですねこの自撮り棒の えー、レビュー1時間 <laughs> やりましたけど、えー、これを見ていただいた方からですねノーパン野ローさんからですねノグソノーパン野ローさんから頂きましたこれは本当おすすめですこれはこれはマジでおすすめただまあポイン、あのー、注意ポイントはここですねここが本当にガッていくとすぐぶっ壊れちゃうんでそこだけ注意してもらえればいいかなというところですうんこれは本当いいですめちゃくちゃ軽いし、まあ、軽いっていうのがいいですよね軽いっていうのがうん で、この収納ができるんで。で、コスパがすごくいいですね、コスパが。そんな高くない ?2000 今、今300円ぐらいだと思うんで。まあ、ちょっとセール期間なんで、セール終わったら、まあ、3000、4000円になるかもしれないですけど。これは非常にいいと思いますよ。あと、魚眼レンズはこれが、クリッパーかな。これがおすすめです、これ。これはもうレンズがいいというか、レンズが同一。で、しかもあの、この、ここがいいですね。 だ僕はあのよくそのポケットにポケットにこうこんな感じでやったりとかこういう感じでいつでもいけるように外にある時とかはこういう感じでやったりとかしてます。外してすぐピンみたいな。挟むだけでこの挟むだけなんでねすごくいいですね、簡単。 ちょっとまあ調整ちょっとしないとダメですけどこれぐらいかなはいで安いやつだと本当にこの黒縁ができちゃうんですよ安いやつだとこれはまあちょっと高いですけど4,0005,000円ぐらいしますけどまああのずっと使うんだったらいいんじゃないかなと思いますけどね綺麗に取れるんで。 ここちょうどいいです、ね、もっとなんかいっぱいあるじゃないですか魚眼レンズもいろんな種類100これ100多分160度なんですけど180度とかまあ何,十何度とかいっぱいあるんですけどこの160度のやつが一番いいんじゃないかなと思いますちょうどいいサイズですねはいただこれインカメでこうやるときはこれあった方がすごくいいですね はいということで今回ですねえ僕の動画見ていただいた方からですねご質問をいただきました。でまあ、最後にお伝えするならば本当にですねあの時代は変わって、うん、もうスマホ1つでスマホ一つでそのライブもできるしライブもできるし動画も撮れるし写真も撮れるしこのマイクとかもあるしこれもねそんな高くないし。 もうこれででもう撮影スタジオですよどこでも撮影スタジオできるんで、まあ、すげえ世の中になったなと僕は思いますよなんかその意味わかんない教材買うとかねそんなんで高い教材買うんだったらこれ買ってバンバン使ってコンテンツ作って稼い,稼いだ方がいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、だって情報商材より安いですよこれ1万円高いって言っても情報商材にさ、ね、何百万使ってる人いてますけどいやいやこれ1万円ですから いやこれでコスパ良くないですかって話でこれでいくらでもこれ逆に言うとこのマイク買うじゃないですかじゃマイク買ったらこのマイク使おうじゃあしゃろうってなる動機にもなりません情報商材買ってもなくかねやらない人ほとんどですけどこれ買ったらもう絶対やろうっていう気持ちになるじゃないですかまあまあまあやろうっていう気持ちになってもやらない人もいるかもしれないですけどね <laughs> <う>でもこれは本当にもう使えるんで即使えますから使えてすぐ効果が出ますやん だってこれやんないやつと効果すぐ出ます、ね、今僕これぐらいの,あのトーンで喋ってましたけど多分拾い方違うと思いますよだいつもはこう「どうも」みたいな感じで貼ってるんであれですけどあのイ,ンインマイクで行く場合はでも普通にしゃべるとこんな感じです普通にしゃべるとじゃあつけますね はい、えー、これが普通に喋ってる感じですね。はい、で、どこ行っても。どこ行っても、音量ボリューム、どこ行っても、音量ボリューム変わらないですよね。どこ行っても、音量ボリューム変わらなくないですか。どこい、どこ行っても、どこ行っても、顔出しできませんっていう人。顔出しできませんっていう人。はい、顔出ししてないですよ。音量ボリューム変わらないですよね、ここね。ここにいても。ね、どこ行っても、音量ボリューム変わらないじゃないですか。 すぐ効果出ませんこっちの方が。よい,しょよいしょはい、ということでまあ本当にこれはすごく、まあ、今日僕早速届いてすぐ使いまくってますけど、まあ、相変わらずこれいいですこのだから三種の神器ですね三種の神器これは三種の神器なんでこれは絶対あ,のあった方がめちゃめちゃ使わなければ意味ないですけどめっちゃ使えますこれはこれは。これは 二万、まあ、全部揃えても2万以下ですね全部揃えても2万以下でいけますんで、うん、これはまあ投資してみてはいかがでしょうかってところですねはいということで、えー、これで、えー、動画の方は終わりたいと思いますこの YouTube の下にこの3つの、えー、おすすめの超絶おすすめのやつをリンク貼っときますので、まあ、他の方もこれは本当に僕はいいと思いますし でも多くの人がですね吉谷さん何使ってるんですかっていうで自撮り棒もたくさんあるじゃないですか自撮り棒たくさんあるんですけどこれ本当にいいです三脚にもまずなるし軽いし収納もこのピコンってなるしここも、えー、これねカメあの写,真の写真のシャッター以外も動画,のシャ動画のあれも反応するんですよブルートゥースでブルートゥースで動画のあれも反応します、はい、写真ももちろんです だ普通にその写真でこうなんか記念写真撮るときも、Bluetooth でね、あ僕、あんまそのパーティーとか行かないですけど <laughs>、パーティーとか行く場合は、パーティーとか行く場合は、これでこうやってえ、どうもーみたいな、パチッってできるじゃないですか。でも、まあ、まあまあどうもーみたいな、パチッみたいな。こういう便利じゃないですか。写真、ね、そのパーティー系行く人はいいんじゃないですか。みんなみんな集まってみたいな、パチッみたいな。これで行けますから。 これは本当おすすすめで,す、はい、で今キャンペーン中でこれは安くなってますまだまだ安い今日見たら安かったんでこれは安いんで今2300円ぐらいでコスパが最強いっす、はいです軽い三脚にもなります三脚にもじゃあ最後その三脚になるところをお見せしましょうか三脚よいしょ 三脚よいしょピョン、はい、これで三脚になりますで三脚になってさらにここも伸ばせますから、まあ、さっき僕料理動画撮ってたんですけど料理動画撮る時もこれバーッて伸ばせるんで伸ばせてしかも、まあ、料理とか動画撮る時にこう伸ばすじゃないですかこう伸ばしますよね。伸ばして伸ばばししてて でここをちょっと下げ,下げるわけですよ。ここをちょっと下げる。でそこで、まあ、その料理をこうこう取るみたいなこともできるんで、うんこれいい、いいです。非常に。非常にこれはいいと思います、はいはい。ではですね、これで動画の方は終わりたいと思います。ありがとうございました。